ぜ政治家になったか、まあ、今都議会議員なんですけれども、あの最初からね、なんか政治になりたいと思っていたということはなかったんですが、ただですね、多分多くの皆さん、あの同じ気持ちあると思うんですけど、あの今の政治見ててあまりにひどすぎる、でこの政治を何としても変えていきたいという思いが、今私46歳ですけれども、政治がおかしいなっていうのは30になる手前ぐらいからずっと思いがあったんですね。なんかあの働く人のためになってない。で私はあの議員になる前は会社員で、あの外資系の会社に勤めてたんですけど、なんかその働く人一人のための政治とか経済になってないなっていう思いがあった中で、で、あの30過ぎてからまあ結婚したんですけれども、でその時にはっきりと、まあ、子供が認可保育園に入れないっていう壁にぶつかってですね。なるほど。でその時にこの足立区で、まあ、1000人を超える子供たちが認可保育園に入れてないという事態だったんですね。それが2011年だったんですけど、でこの時に、この状況をね、やっぱり放っておきたくないなという思い で、実は私だけじゃなくて、このサポーターズでね、今参加している仲間たちも含めて、この足立区中 そのお母さんお父さんたちと一緒に声を上げて認可保育園作ってほしい、こういう活動を始めたんですね。でこれで実はそのお母さんたちと一緒にですね、ガリガリその政治家の皆さんと各会派委員会回って懇談をするというような活動を、まあ、最初始めたのがきっかけなんですよね、政治に対しては。はい、あのちょうど私とマリコさんが出会ったのもその頃だったんですけど、私は政治家斉藤マリコを語るときに、あの保育の問題を抜きにしては語れないなというふうに思っています。でマリコさんはあの本当に今おっしゃってたように、あのご自分の息子さんが認可保育園に入ることができなかった、で自分もフルタイムで働いているのにこんな状況おかしいと思ったし、でその時足立区にマリコさんと同じようなあの境遇の方が 1000人もねいらっしゃったって今お話がありましたけど、やっぱりこれは自分だけの問題じゃなくて政治の問題なんじゃないかって、で保育園が足りない、安心して預けられる保育園を増やしてほしいってことであの声を上げられた。で当時あの東京中でそういう声が上がって、あのテレビにもねそういうあのお母さんたちの待機児童意識みたいなことですごく取り上げられたんです。でそのことをあのいろんな、ね、本にその後新書で猪熊ひろ子さんというジャーナリストの方が子育てという政治っていう本を書いてるんですけれども、その保育園の待機児童意識の、まあ、あの素地を作ったのがここ足立区の斉藤真理子さんたちの活動なんだっていうふうにね紹介もしているぐらいなんですよね。ありがとうございます。そう本当今若ちゃんがねすごく分かりやすく説明してくれたんですけど、本当にね足立区でまず2011年に声を上げて、で1年間かけて、まあ、そういう議会に働きかける陳情をやる、それからシンポジウムやったりとかアンケート調査やって、その声をマスコミに届けるというようなことをやりながら、2012年に認可保育園作りますということを足立区議会でまず言わせるということがあったんですね。でこの変化がまず2012年に起こって、やっぱり本当足立区その東京中が同じことで悩まされてきたお母さんたちが2013年にまた立ち上がって集団育毛したてとかね、でその時に坂井さんも一緒にね、うん、やったっていう流れがあるんですね。なんかその活動をやるのは結構本当に大変だったんですね。なんかね心情に保育園を作ってほしい、私たち保育園に入れなくて困ってるんですっていろんな政治家の皆さんに会いに行ったら、特にちょっと名前出して悪いんですけど、自民党の議員の方が子育ては本来母親がやるべきものだと、それで保育園を増やしてほしいって言うんだったら偉そうに陳情なんか出してこないで頭を下げるべきだったことね言ったことがあって、でそれは私たちもなんか偉そうに言いに行ってるつもりはなかったし、困ってるっていうことを伝えに行っただけだったんだけど、子育ては母親がやるべきものだっていうふうにそうやって政治家の方から言われるのはやっぱりすごくショックだ
し、でそのあと保育園増やせなんていう活動をやってるのはあの共産党だっていうレッテル貼りなんかもされて、まあ、私たちはその後共産党にの道に進むわけなんだけど、そうじゃない人が大半だったので、そういうその お父さんお母さんたちの切実な思いに何々党だとかっていうレッテルを貼ること自体はおかしいというのはすごく思って、そのなんていうのかな、やっぱり今の政治が今子育てしている人たちがどんなことに困っているのかっていうことをやっぱり全く分かってないし、全然感覚が違うんだなっていうことが私たちもね実感した、そういう活動だったなっていうふうに思います。そうですね、あの今自民党の、ね、言葉を、ね、紹介してくれたけど、まさにあの区議会でもそうだし、実は国会でもそして都議会でもだったんですけど、あのまあ、都議会では自民党の方がね、認可保育園なんて作れなんておとぎ話だとかね、そういうことを言ったりとか、あの完全にその自民党や公明党は認可保育園を作るっていうことにずっと背を向け続けてきたんですね。あの私たちの前に保育士さんたちが一生懸命心情を上げてきた、それをずっと否決してきたっていうのも目の当たりにして、まあ、そういう中で親が上げた声に対してまっすぐに結びついて論戦して道を変えてくれたのが日本共産党だったんですね。はいはい、そういう中で私は日本共産党っていうのにはあのとても信頼を寄せていく、そういうあの運動になりましたね。はい、それでその当時真理子さんさっきおっしゃってたように外資系の会社で働きながらその保育園を作ってっていう活動してたんだけど、朝4時に起きて今日は議会でこういう発言がありましたってことをブログにアップしたりとか本当に頑張っていて、働きながら生活やるのってすごく大変だから疲れてしまうことも多かったんだけど、東京中のその運動に関わってる保護者の方たちがあんなに信念を持って頑張れる斉藤真理子さんっていうのは本当にすごいっていう信頼も寄せていたし、すごく励まされている存在で、だから真理子さんが政治の道に進むっていう決意をされた時は、ああやっぱりと、やっぱりこういうその自分の経験を血肉にして、そして自分だけ良ければいいんじゃなくて、やっぱりみんながねあの子育て応援できるそういう政治に変えていこうっていう決意をされたことは、あ本当に真理子さんらしい素晴らしい決意だなと思っておりました。いや本当素晴らしいと思います。それで、まあ、保育園を作ってくれという運動を始めたということだと思うんですけれども、その後この政治家になる、選挙に出るというのはまた一つ壁があるというか一歩乗り越えるものがあるかなと思うんですけれども、なぜ選挙に立候補されたのか。最初区長選に立候補されましたよね。そうなんです。あの2015年に最初にこの選挙に声がかかったのが区長選挙だったんですね。足立区の区長選挙 であんまり区長選挙って実は注目されてないかなと思ったりしてるんですけど、今のね近藤弥生区長と1対1で、区長選挙戦ったということになったんですが、この時にやっぱり対抗馬が誰が出るかっていうことが、まあ、直前までなかなか決まってなかった中で、革新区政を作る会とかね、アクタの、 市民団体の方から出てくれないかと。で私びっくりしたんですけど、いきなり区長選挙、区議選でも都議選でもなく区長選挙ってびっくりしたんですけど、そうだけどなかなかその市民運動をやってて、で政治に対して働きかけをするって確かにそんなにいないんですよね。でそういう中で市民運動をみんなと一緒にやってきた、でそういう人に立ってほしいっていう思いだったり、あとやっぱり戦わずして自分が出ないでね戦わないで終わっちゃうっていうことはやっぱりあってはならないなっていう思いがあったんですよね。でそれで区長選挙で現職じゃないチャレンジャーの方が勝つってことは全国でもほとんどない、必ず現職が勝っちゃうってことはあるんですけど、でも私やっぱり区長選挙みたいな首長選挙みたいなものも勝ち負けで 100% か0か100かっていうことじゃないなっていうのをすごく実感したんですね。でその一つが実は選挙戦に突入した時に、その選挙期間中の5月1日に足立区に待機児ゼロ対策課っていうのができたんですよ。選挙期間にできて、これはなんかこっちの陣営もねすごいこれは
斉藤真理子大あの対策課かみたいなねそういうあのこともあって自分も驚いたんですけど、やっぱりその選挙に出るでどういうあの候補者が立つかっていうことによってもその影響をやっぱりあの現政権あの区政のに影響を与えていくっていうね、そういう力にもなるんだなっていうことをすごく実感したりして、やっぱりあの支えて一緒に戦ってくださった皆さんにそういう意味では本当に感謝した選挙戦になりましたね。はい、私は今回選挙にチャレンジをするのが3回目になります。それでそうですね、まあもともとその政治の道をずっと共産党の、ね、職員として歩んできているわけなんですけれども、やっぱりその選挙に出る中で本当にこう皆さんがこう今の政治に対してどんな思いを抱えているのかっていうことを聞かせてもらう機会が本当に多くありました。で、私は今回の選挙では子どもの声を聞く社会を実現したいっていう自分なりのテーマを持って取り組んでいます。でそれは昨年のね安倍前首相が全国一律の一斉休校っていうのをやったわけですよね。あの時本当に周りのママ友からも一斉に悲鳴が上がりましたし、で1年経ってみて今休校はやってないけれども喘息なんかがあってね、コロナに感染すると重症化する確率が高いっていう子どもたちが自主休校っていう道を選んで、お友達と一緒に会うこともできず家で一人で勉強してる子がいる、まあ、そういう報道なんかもありますけれども、やっぱりその今ほど子どもたちがどんな状況に置かれてどんな思いを抱いているのかっていうところに耳を傾けなきゃいけない時はないなって思っていて、やっぱり政治ってその強い人の声は聞くけれども、子どもとか弱い立場に置かれている自分で声を上げられない人の声ってなかなか取り上げられない。だからやっぱりそういう子どもたち、弱い立場に置かれた人たちの声に光を当てていく、そういう政治家になりたいなと思って今頑張っているところです。素晴らしいと思いました。本当冗談じゃなくて、子どもの声を聞く政治に、それから自身の政治につなげようという認可保育園作ってくれという運動を立ち上がり、それを実現するために政治活動に踏み出していったということを聞いて、いや本当に都議会国会に送りたいなというふうに思いました。あ、それで今日資料を用意していただいたということで、あ、そうです、ちょっとねこの場ではちょっと見にくいと思うんですけど、後でネットでは資料を上げたいと思うんですけどね、認可保育園の数グラフにしたものなんですけど、これすごく分かりやすいのはですね、赤の部分が共産党が支えていた革新都政の二の目都政の時だったんですね。私たちリアルタイムでは知らないんですけど、この時に保育園というのはすごく数が伸びたんですが、自民党公明党の都政になってからずっともう増やしてこなかったんですね。でこの中で待機児童の問題というのが本当深刻化してきたわけなんです。先ほど自民党と公明党はねずっとその陳情なんかにも否決をしてきたということをお話ししましたけど、それがずっと続いてきた。でこの2013年、それこそ酒井和歌子さんと私なんか一緒に活動して声を上げて、それで最初に2013年に安倍政権が安倍首相が待機児改装加速化プランというのを立ち上げた作った時から認可保育園ということも言わざるを得なくなって、でこの時本当に議会では共産党が強くそのことをね世論の声とともに訴えてきた中で、ぐーんとまた施設数が増えて、今では7年前の 1.7 倍の数に東京都の認可保育園の数増えたということになりました。でこれだけやっぱりね大きな変化を作ってきたっていうのは、やっぱり日本共産党が市民の声にしっかり結びついて、まっすぐね権力に忖度することなく
同棲することができるからっていうのを本当に実感しました、すごいと思いました。すいません、そろそろ次のテーマに移りたいと思っていまして。